はぁ、あ、ね、こんばんは、はるけです。今回は、フッティーズムドリクを使っていきたいなと思います。スキル逆足ともに5にアップグレードをされた選手になります。ですね、こちらの選手もですね、非常に能力高くなってます。フッティーズということで、この選手も超強化、されてますね。まあ、ペースに関してはカンストしていて、シュートもめちゃくちゃうまく、なってます。レーザーも95あるというふうなことで、パスがね、この人うまいのが、素晴らしいなというふうに思います。で、今回はですね、ケミストリーサルフィニッシャーをつけて、使っていきたいなというふうに思います。まあ、フィジカルのね、低さがちょっと気にはなったんですけど、ちょっと今回はフィジカルを上げずにですね、行きたいなというふうに思います。じゃあ、それでは試合に行きましょう。さあ、当たりましたんで、行きましょう。ちょっとね、楽しみ。ムドリクは楽しみ。フューチャースターの時にね、今作使ってたことあるんですけど、結構ね、良かったんで、かっこよさもあって、結構使いやすかった選手なんで、楽しみです。で、今回はですね、4231の R キャムかな？右キャムを任せたいと思います。まあ55になってですね、まあ能力もね、上がり幅が結構えげついんで、結構素晴らしい選手になってんちゃうのっていう風には思ってます。ここやな、この前にいます。これです、ムドリク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 、おー、いいよ、ムドリク取れる、惜しい、今勝手に取れそうやったで。まあフィジカルね、どう、ほんまにフィジカルどうしようか迷ったんですけど、開けた方が良かったかな、開けた方がいいんかな、気になるかな、まあ、気になるか、まあぬるっとねいければ。ナイス、アラオホ。でもね、単純にスピードがあるんでね、あ、もちろん相手の選手も速いよと。で、パスうまい、ここの単純にパスでも逃げれるっていうところがマジで素晴らしいから。うわ、通らんか、ムドリーク、ムドリーク、モブです、モブが残念、誰やねんと、誰やねんです、これだけが残念。でもやっぱ素晴らしいね、シュートマジでいいわ、シュートマジほんま良くなってる。あれフューチャースターの時はもう絶対入ってない、冷静さが低かったからかな。ナイギー、あれね、入らへんかったフューチャーさんの時は。これ決めきれるようになってんのはほんまフッティーズって感じやな。素晴らしかったね、スキルもなんかもうすぐ出たし。今のところどう、フィジカルそんなに、あ、ナイス、フィジカル、フィジカル、おお、そんな気にならへんくない、いいね、意外とちょっと背負えるっていうのがいいね。逆にバランス値上げたからよかったみたいな可能性もあるんちゃう。ちょっとこうビニとかネイマみたいな感じになったりしちゃったり。あ、間違えた、アムドル、オッケー、ナイス。あ、ここのグイッとさはあんまないな、やっぱフィジカルが。今ちょっとフィジカル欲しかったとこやな。パスうまい、マジパスうまい。ハーランドワンツー、スピード乗って、
ムドリック、おースーパー、スーパー、決定力マジでいいぞ。いやこれええな。左サイドがもうやっぱ渋滞してきます。ビニもいます、ロナウジーニョもいます。まあ、その中で1個ね、ムドリクのいいところは RW もできるということ。ムドリクレッツゴー、ムドリクナイス、素晴らしい。もう1試合いきましょう。2試合目いきます。結構1試合目の感触は良かったんじゃないでしょうかと。まあ、ハットトリックしましたからね、1試合目いきなり。決定力が結構ええなーっていうのは思いますね。まあポジションは特に1試合目と変わらずです。やっぱかなりシュート能力が向上してるんで、めちゃくちゃいいな、シュートに関して。取れそう、惜しい。おお、すごい。ちょっとマジこれ前線がまた、前線の選手がまた溢れるぞ。ムドリック、ちょっと遅かったな、キーパー動いたから。まあそう、あと逆足も5やからな、これ結構。おお、なんかちょっと一瞬ちょっと入りそうな軌道やったよ。あ、取れた、ムドリック。あ、惜しい。あっこやっぱ多分ちょっとフィジカルのところも若干影響してんじゃん。ゴリッといけてへんもんな。あ、やばい。それ通っちゃう、ナイス。いいよ、ムドリック。いったいった、ハーランドのパスも、パスの良さも相まって。いやー、カプ強い。まあ、カプに通用したらね、もう余裕ですから。ルシオか、カプルシオの左のコンビか。ムドリクいけるか、強いよ、強いよ、カプルシオは。まあ、あとモブがちょっと残念やけど、まあさすがにライザクは固有になると思います。ちょっとモブのところだけは勘弁。さあムドリク、こうなったらもういけるよ。あ、真正面、ど正面でした。まあちょっと緑じゃなかったけど、緑やったらちょっと入ったな。でも結構抜け出しもいいよ今のところ、全然いい。わあ、ムドリク、ムドリク、これちょっと経由できなそう。ああ、ちょっと諦めたんちゃう、止まんの、止まってたで。一回ちょっとトゥラムで行こうか。え、何、いきなりキーパー飛び出してきたけど。いいね、トラムで。ああ、惜しい。いや、アラウホが強すぎるわ、やっぱ。ほら、素晴らしいでしょ、スピード、パスもうまい。ほう、ガチムドリク。うわ、前線が強い、みんなそこに入っていける、ムドリクは。いや、いいね。いや、うますぎやろパス、マジ。単純にドリブルとスピードだけじゃない、
シュートも。うわ、惜しい。でもフィジカル70なんで、まあ、多分センチネルとか多分 10とか上げないとグリッドさいけないと思うんで、どうなんやろな、まあ、フィジカル上げた方がいいのかどうかはちょっと分かんないですけど、正直今の70で十分じゃないけど、そのフィジカル勝負をしなければ、うん、全然自分はいいかなって思うんで、ケミストリー。なんでちょっとフィニッシャーでいいかなっていう感じですね。ゴリッド差はないけど、なんか耐える力っていうのはちょっとだけあるんで、まあ、1試合目を見てもらえれば分かると思うんですけど、単純にこのグイッといく加速がやっぱ速いわ。単純に速い。うわ、これどうでね、ちょっと1試合目の最後に言いかけたんですけど、ムドリクのいいところは一応ね、 LW 左サイドの選手やけど、 RW もできるようになってます。 RW だから、ちょっと RW に置こうかな。どうしよう、マジでムドリク強いぞ。ほら、これもいけるもん。ルシオを置いていってます。ルシオを置いていってます。そして切り返しから、うーん、ほらスピードが速いね。ルシオ置いていってるから素晴らしいよ、マジで。普通にこれはちょっと、また前線モブやな、モブやな、誰やねんですけど、ほんまに。いやー、これちょっとええー、なー、ムドリク。やっぱフューチャースターの時も良かったけど、やっぱもうなんかフューチャースターの時の改善してほしかったポイントがもう全部改善されてるなっていう感じですね。本当にスピードとドリブルとかだけじゃないっていう。フューチャースターの時のムドリクはもうほんまにかわしきった、抜き切った、でもシュートがあんまり入らないよみたいな感じの選手だったんで、やっぱそれが改善されてる。パスも単純にうまいわ。パスも普通にバカうまい。で、単純なこうドリブル能力とかっていうのも高いから軽いし、だからちょっとずらしてパスっていうのも今みたいな感じで出せます。いや、マジでこれほんまにえぐいよ。ガチお世辞抜きえぐいんちゃう。うえ、あ、オッケー、危ね危ね、ナイスナイス、ドレンテ。オッケーオッケー、いいよ。もうちょっとビニとかネイマっぽいんちゃうの。おい、むちゃくちゃスライディングしてくるけど、いや、めっちゃスライディングしてくる。勝てる、ナイス。結構ね、まあチーム 6SBC でいうとね、ハーランドが注目されがちで、ムドリクはねどうなんかなっていう感じだと思うんですけど、えぐいわ。逆によう緑ん合わせたな俺、絶対赤でやと思った。
やでも決め切ったよ、あの体勢から。うん、単純に早いんちゃう。でクロス、いやー惜しい、マジでいい。これほんまビニとかそんなレベルかも。あ惜しい、ガチでええよ。オッケー、ナイス、惜しい。マジで十分やねんけど、決定力結構決めてない。え、この試合2点?3点?2点だよね多分。うん、2点だ。いや惜しい、2点決めてるよね。1個はハーランでもね。ついてけついてけ、ムドリック。ここのゴリッドさ欲しいな。あ、ここのゴリッドさはあんまないな。あ、PK? あー、ナイスナイス。 PK は82か、ちょっとあんまりか。ドバン、うん、あーほんま PK 下手やわ。ほんま PK 下手。おお、あるんちゃう？なんかありそうやったで。惜しい。ナイス。ナイス下げ。え、これマジで強いけど。おお、シャキリ。それ入る？さすがロナウジーニョ、赤でもあの威力。まあこうがっつり今みたいな感じでもう疲れてたらフィジカルでは勝てないですね。あれを弾き返せる体の強さはない。うわえぐ、ルシオも強えな。あ、惜しい。おお、それ取る。ナイス、カプ。カプやっぱ強えわ。やっぱね、能力以上に強さ感じるんよな、カプは。強い。さすがっていう感じ。いや、惜しい惜しい。ちょっとマジで、ムドリクええな、普通に。普通にちょっと使えるな。全然使えるな。うわ、なんで？ナイス。あ、オフだ。ムドリク。なあ、なんか全然ええなあ。高精度シュートアウトカーブ持っててね。あ、シュートの能力がやっぱええんかな。冷静さはバカ高いって感じじゃないのよ。でも決定力普通に高いよ。あ、惜しい。
まあサイドが一番いいでしょうね。 ST とかでも全然やれるけど、いやいいね、いやいいよ、いい、何を言うあれもなく普通にいい。ムドリク、まあ28万ぐらいですかね、で作れるんですけど、これは作った方がいい、めちゃ強いぞ。まあ2試合通してこうムドリクのプレーを見ていただいたと思うんですけど、ほんまに全てが改善をされてるドリブラーみたいな感じですね。うん、スピードだったり、まあドリブルに関しては特に自分は、うん、気になるところはなく、で改善点としてはシュートの部分がめちゃくちゃうまくなってる、でパスもめっちゃうまいっていう選手になるんで、これはかなりありかなっていうふうには、うん、思いますね。うん、ちょっとぜひ作ってほしい。でもし使わなくなったらスパサブとしてでもね使えるかと思うんで、そういう意味でも全然ありかなっていうふうには思います。ちょっとまた前線のこう人選が変わってくる人もいるんじゃないかなと思うぐらい、ちょっとムドリクは強いなっていうふうには思うので、まあぜひちょっと気になる方はですね作ってみてほしいなっていうふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。